食してみて。スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメイルシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ？オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。ふん。まあ、そけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば、人のいるところにたどり着けるよな。そしたら、また他の人に聞こうぜ。バレないようにこっそり追いかけようぜ。これだけと。
の滝のところで姿が消えたぞ。早く行ってみようぜ。ういこの洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど違ったみたいだな。あ、見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする？もう一回あいつに聞いてみるか。そうだな、せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちを歓迎してなくてもなんとか話してみて方向だけでも示してもらえたらいいよな。あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけどこんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。お前どうしたんだ？急に顔色が。え、香りでそんなに気分が悪くなったのか？でもオイラは全然平気だけど。だから師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか？あ、よかった、やっと目を覚ましてくれたぜ。ここはお前が気を失ったんで動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけてここに連れてきた。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ、お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。コレイ、ど
うした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい、師匠。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあもし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら今言ったことは忘れていいよ。けど、どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。この説明で伝わるかな？そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば自我はちゃんと保っていたのかとか、何かを見たとか。なるほど。これ、とりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼らには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら、早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、僕の説明を聞いてくれれば事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。それでも深刻と思えないならこれを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたらまた突然どこかで意識不明になるかもしれない。それにここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまでできるだけ単独行動しちゃダメだから、もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。スメールに着いたばっかりでお前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でも、あれが幻覚じゃなかったら、なんだって言うんだ？
の体質は特殊だからな。その判断を信じるぜ。でも、だったらさっき、なんでそのことをティナリに言わなかったんだ？今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりしないよな。え？じゃあ、ティナリは、お前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか？なるほど。だからさっきは黙ってたんだな。だったら、ここで静かに休んで体を回復しながら、お前が見たものの真相を解明しようぜ。でも、直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前、何か案があるのか？おお、コレイはオイラたちに親切だし、いいかもな。明日はまず、送信やスメイルの風土と気質について聞いてみよう。次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら、七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。カイモ、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てく。この二つの明かりは問題なし。
しておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい、送信ってどんな神なのか知らないか？それってマハールッカ・デバータのこと？それともクラクサ・ナリデビ？おえ、マハールッカ・デバータ？あ、もしかして前の送信の名前なのか？そうだよ、マハールッカ・デバータはスメールの初代送信様だ。彼女がウリンを作り砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげでみんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。その後賢者たちが新しい創新様を見つけて彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って賢者たちは彼女をクラクサ・ナリデビと呼んでスラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから、うん、あとはよく知らない。え、お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや違うんだ、隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。そのお前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらく留まってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う、彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。ああ、うーん、偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かってなんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。送信様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上本とかもあんまり読めてなくて。
ごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールカデバータやスラサタンの聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ。そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。よく見るとこの心臓、なんだか小柄な神様だよな。これはマハールカデバータなのか、クラクサナリデビなのか。確かに、クラは小さなって意味らしいもんな。まあいっか、きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。よし、次は…今のは何だ。オイラの気のせいか。うわあ、見たぞ。小さくて丸くて野菜っぽい小さいやつ。びっくりしたぜ。今のが何なのか後で聞いてみないとな。さあ、まずはこっちの仕事を終わらせよう。オイラが飛んで上の方を拭くから、お前は下の方を拭いてくれ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。降りたり大変だっただろう。ここでしばらく休憩しよう。これいい。近くで小さくて植物っぽい生き物を見なかったか。植物っぽい生き物。師匠ならきっと植物も生き物だって答えてくれると思うけど。それは不思議だな。まるで子供たちがよく言う空想の生き物みたいだ。今度みんなに聞いておいてやるよ。ところで
お腹空いてないか？水と食べ物を持ってきたんだ。やったー！どんな美味しいものだ？いいじゃないか。コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。うっ、やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもティナリは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに、いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れてほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、教令院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、教令院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だよな、私もそう思う。とにかく教令院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長になることを選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちに様々な知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて。けど、やっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。ああ、ごめん。それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンが、どうしよう、こいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で。師匠、おい、お前笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今に。ムカつく。お前たちの頭を取りなすにしてやるぜ。私に触んだ。コレイ、そのごめん、オイラそんなつもりじゃ。は、私は今、いや、そうじゃない。コレイどうしたんだ、大丈夫？あ、うん、平気だ、もう大丈夫。本当にごめんなさい。びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？
旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは。コレイを見かけなかったか？コレイなら、さっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか。どうやら今日は無理みたいだな。ここに滞在する。考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、オイラやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか？心配しなくていい。おチビちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。ティナリ、コレイは一体？場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ？持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか？そうだ。コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少し痺れを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか？待った、まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は？うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば
病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ディナリ、任せてくれ。まあ、ひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日、体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でも、コレイがガンダルバー村に来た当初は、確かに今よりずっとマシだった。あの時、彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。連れて行ってくれ、ディナリ。オイラたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。ああ、わかったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ディナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスネールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは正気だったよね。セッチュゴンチョク。呪言律令。はっ。やっ。
サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたらこの近くで落ち合おう。なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。服装からしてレンジャーみたいだな。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したばっかりなのに、もう帰ってきたの？行ってみようか。祭りでもやるん？まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのに、こんなに早く現れるなんて。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は各国の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったので、あまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから、君たちはこの二人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールの雨林では今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく、動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前ウリンには危険なエリアが存在すると言ったのも、君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録してティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど、元素力を使うことに関してはベテランと言っても過言じゃないぜ。へえ、どうやら君についての噂は本当らしいね。だったらいいだろう、一緒においで。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき地域を見分ける方法だけを教えるんだけど、今日は現地でできそうだ。
もう進んじゃダメ。前を見て。前。あ、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。空気にも灰のようなものが漂ってるし。うん、鳥肌が立ったぞ。それが地域さ、旅人。僕はこれから地域の内部に入る。中には地域の病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても、中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の腫瘍を処理できるよ。ほな、やっ、今だ。地域の腫瘍を破壊して。君が助けてくれたおかげで、こんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ティナリ、そう言ってるけど、なんだか冴えない顔だな。え、そんなにわかりやすかった？
かった。説明するよ。最近地域の出現頻度がますます増えてきてさ、さっきみたいに地域を除去しても間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えばさっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教令員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん。遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けどその神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。きなりさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。きなり、いきなり駆け出してどうしたんだ？
迷彩鳥はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから早く助けてくれって書いてあるんだ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？え、オイラたちがか？でもハイパシアのところにはパラハーモがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。あれ、もう大丈夫なのか？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ？だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？そう、あれは幻覚じゃない。けどこの間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ、こちらこそ。この数日間はいろいろとありがとう。
ここ最近の収穫は素晴らしいな。状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。また急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？あれ、洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ？一体何が起こって、オイラたちはどこにいるんだ？そうだよな。それじゃ周りを調べてみよう。ほな。え？洞窟の入り口、ちょっと変わった。
んだ？周りの景色が突然変わったのか？リツリオ、私は終わりで、セッシュ祭りの開始や。火の用心やっ、おっと、シャキヘッツ、ハハッやっ、セッツ。場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。
呪言火の用心you
場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。謎だらけだ。一体何が起こって
終わりで撤収。有限なる雷帝直律令。
人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀そんなことはまだ知る必要はない。使えよ。言ってるで。どの目が出るかしら。アビスの強まり。ジョック呪文花火に行くね。切れないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹ハッハハハ。旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なもの。だがもう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。ティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって、口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの。
ちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは、彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら、私が初めて彼らを見たとき、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然、洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです、彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ、ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてから、まともな料理を食べていなくて。やっぱり私がいなきゃだ。手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、
創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。さすが世界樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど。それは彼の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はぁ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おぉ、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと創神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか？ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの、夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカ・デバータの恵みによって人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教令院の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなったけれど、あの日私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くならこんな変な話
話を他の人に話さないでくださいね。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう？今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは、私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。ティナリー、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか？地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのは、おカジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある？気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないな。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様じきじきにいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して、正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから。なるほど、先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様じきじきにガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前、はあ、もういいよ、行くとしよう。ティナリ、何があったんだ？別に、教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから、君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ？ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけど
あの方に越見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか。そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。おお、何がもらえるんだ？アーカー社端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバータ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。使い方は教練員の人が教えてくれるから。僕は、よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。その通り。ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。うん、よくなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリー。それじゃあ、オイラたち行くよ。うん。じゃあね。旅が。発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。それと、ごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ？ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわ、これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃあ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。